我が家では都知事だったり市議会議員などでは考察しております。まあでももう間もなく正解を明らかにしていこうかなとは。市長はなぜ政治家をしているんですが、危機感ですね。この日本において正義ってどこに行ったんですかね。選挙は勝たないといけない。次の政治頑張ってください。選挙はもちろん勝たないといけないというか、勝つために出るんですよ。ただそれこそ選択肢を有権者に提示するって民主主義においてはすごく大事だと思いますね。まあ強いてコメントするならば、メディアとは何ぞや。まずホームテレビ、あのテロップもつけてない生の映像を10分弱ぐらいアップしてましたね、 YouTube に。再生数がもう130万超えてましたよ。稼ぎすぎ。いいんですけど、それはいいんですよ。むしろそうじゃなくて、ホームもヒロテレもあと TSS もあったかな、なんで僕が言った内容を変に継ぎはぎするんですかね。僕結構分かりやすく話したつもりだし、なってませんでした。結論から言ってその後背景で詳細を話していくっていういつものスタイルで言ったにもかかわらず、なんでこう悪い意味でかいつまんでつなぐんだろうな。いいですか、次出ませんの理由はね、はっきり言ったじゃないですか。本当はもっと長くやりたいけど、他に優先しないといけないことがあるからですよ。あるから諦めるとまで言ったんですよ、はっきり。ね。国語の問題で大事な部分、筆者の主張を抜き出せって言った時には、大体これ解放のコツで、逆説の後が大事だって言うじゃないですか。その通りにやってんです、言ってんですよ。なのになんでそこを使わないのか。でその後で、話をした、なんだっけな、市長として、秋田方市長として、やるべきことは、あらかたできたみたいな、そっちを付け足してるじゃないですか。いや、それも確かにあるんですけど、ね、大事なのは、優先しないといけないことがあるっていうところですよ。そう言ったはずなんですけど、それ伝わんなかったかな。いや、伝わんなかったわけないんですよ。なぜならば、土曜日の新聞、まあ、中国新聞取材に来てなかったんで、あれ覗いて、朝日毎日読売とかは、ちゃんとそうやって書いてましたよ。私が言った通りに、逆説の部分も含めて書いてたかな？なんで新聞でできてることがテレビでできないんですかって思って、今度聞きますね。ホーム、ヒロテレ、TSS。またそこから始めますよ。という苦言です。今のは苦言です。はい。だあとはもう一個。ですね。この切り抜きまとめ動画も基本的には許容してきましたし、今も許容してます。ただ、市役所に、その業務に支障が出るような行為は慎んでください。当たり前ですけど。X、Twitter に書きましたけども、市役所に問い合わせられても答えられない、答えないものってあるので、そこは空気を読めてるか分かりますよね。分かってください。金曜日なんだっけな、なんか、視聴室いつもドア開けてるんで、外の声がなんか聞こえてくるんですよ。そしたら、うちの広報課長と押し問答してるのが聞こえてきて、で、基本的には任せるんですよ。さすがにね。でも、本当なんかいつまでもやってて、しまいには、YouTuber の方が、わざわざここまで来たんですってね。で、メディアの定義は何ですかとかまではいいんですけど、有給取ってここまで来てるのに、その対応は何だみたいなことを言い出してて、単にごねてるだけじゃないですか。ね。それは誰であろうと、私は許さないです。当たり前の話ですけど。そもそもね、応援してくださってるとしてもですよ。それはありがたいんですが、申し訳ないんですけど、頼んでないですからね。厳しい言い方ですけど。それこそ収益化してる方もあれば、してない方もあって、立場それぞれなんですが、それは預かり知らん話です。ね。勝手に応援してて、断りですが、ね。勝手に収益化しててしてなかったり、どっちでもこっちはいいって言ってるんですよ。ね。それをこちらに主張されても、まして職員にそれを言っても、拉致が開かないのはわかるじゃないですか。冷静になりましょう。
ね、それが僕がこれまで言い続けてきたことですよ。応援してくださってるって言うんであれば、そこをまず理解してください。じゃないと僕が何を伝えてきたのか、もうものすごい虚しくなるので、っていう、まあ、これも苦言です。はい、だからよし、じゃあすいません、好き放題を言いながら本題というか大事なチャットに移ります。続いて花火師さん、15,800円のスパチャ、2回目の赤スパですか、ありがとうございます。市長の2期目で二元代表制の仕組みが正しく機能するところが見たかったと、うん、それはまた別の機会にですね。まあそうですね、二元代表制ってのはうちの専売東京ではもちろんなくて、全国そのシステム成り立ってますので、むしろ他のところでどうなんだっていう観点で見ていただくといいかなと思います。秋田方市の議会中継を視聴し続けた結果、耳が慣れてきたようで地元市議会の項目読み上げ、一括返答という情緒のやり取りも聞き取れるようになりました。が、やはり一問一答が分かりやすいですね。ですよね。もうね、全国の市議会、市町村議会、県、都道府県議会とか、まあ、国会もかな、一問一答をもっとやったらいいんじゃないかなと思います。数の関係で難しいのも分かるんですが、うん、でも、なんか、朗読会、質問と答弁のね、それぞれ10分とか15分読み続けるあのスタイルは、形式的すぎますよね。形骸化の極みなので、うん、改められるといいなと思います。はい。あとなんかいろいろ、あ、ちょっともうちょっと自分の次の話してみましょうか。今後のね、身体の話の次ですよ。記者会見の中で広島一区の話したじゃないですか。あれ皆さんどう思われます？広島一区、もしかして自民党の方めっちゃ怒ってんのかなってちょっと気にはしてるんですけど、うん、どうだろう。あ、で、まあ、本気でというか真剣に話してますよ、僕はいつも。ね、政治のエンタメっていうのも面白おかしく茶化すっていう意味ではなくて、本当に政治をもっと身近に感じてもらう。で、これ言ったかな、エンターテインメントの語源ですよ。もともとはラテン語、フランス語、ラテン語かな、エンターっていう、なんか中にとかに権威保つみたいなところから、まあ、もてなすっていう意味になってるんですね。エンターテインメント、エンターテイン、そういうところなんですけど、なのでエンターテインメントってのは楽しませるっていう、楽しませるものっていう意味なんですけど、元来政治ってエンタメであるべきじゃないですか。てかエンタメでしょ。で、市民国民のためにあるんですから。それが関心を持たれてないってのがおかしいんですよ。ね。しまいには不信感を持たれてるって、なんでっていうところ。それを考えたら、いや本気で、ね、政治を面白くしなきゃいけないのが、まあ、少なくとも今政治家である人間の全員の務めだと思いますよ。つまんない政治家いたらもうね、有権者は縛いてください。ちゃんと丁寧にしっかり、うん、それはね、過激なことを言えっていう、そういう意味じゃないですよ。まあそれも一つのスタイルかもしれないんですけど、じゃなくて市民国民のためにポピュリズムを流行らせろっていう意味でもないですよね。今現在の有権者だけではなくて、未来の将来にわたって国民市民に対して責任を負い続けるのが今の政治家なんですよ。ってなった時に、うん、その浮ついたことを言う、やるっていうのはもうやめにしないと、本当にこの国先がないなと思うので、僕はその政治のエンタメ化っていうのを、うん、ためらわず言ってます。 でもなんかそれは僕の方から言ったんですけど、とメディアの方からの質問で東京都知事の話がね出て、でこれは選挙 .com の中でも質問いただいてたので同じ返しをしたんですけど、なんかしたけど、そっちの方がちょっと話題になってましたね。多分日経新聞もネットでそれ扱われてましたかな。新聞各紙は割合なんか都知事選については前向きに検討する
っていうコメント抜かれてたんですけど、大丈夫ですか、そのそのネットのあれ、あの温度感をちゃんと伝えられてんのかなっていう心配を多分にしましたけど、はい、まあただあのね、少しでも多くの方に興味関心を持ってもらう、で願わくば楽しんでもらうっていうのが僕の思いなので、はい、全部 OK です、はい、それは一個に構いません。ということで羽大さん本当に一区で出てください、絶対投票します。あ、広島の方なんだね。記者さんに窮地を申し込むと言ったらどんなリアクションされますかね。笑って返されるのか、真剣に受け止めてもらえるのか、どっちでしょうね。そのリアクションを見てみたいっていうのは、一国民として、有権者としてあります。内閣総理大臣という立場の人が、で、実際自分がね、解散権を持ってて、で、まさに今それが話題になってるわけじゃないですか。そのタイミングで、あ、どういうリアクションされるんだろう、全然わかんないです。僕はもちろん直接お会いしたこともお話したこともないんですけど、記者さんという記者首相という方がどういう人となるのかは全く存じ上げないんですけど、個人的に興味はもちろんあります、はい、続いてにまさん、先日の記者会見を聞いて人口戦略会議の人口減少レポートに対して今後は国内で生き残りをかけた自治体地域の切磋琢磨がやってくると思います、そのため秋田方氏よりもっと大きな視点の地域単位で盛り上げる方へ市長はシフトするのかなと予想しました。まるで信長の野望ならぬ石丸の野望、もしくは三国時代のようなイメージですけど、合ってますかまあそうですね、主に記者会見でも言ったつもりです。秋田方氏だけでなんとか頑張ってももう拉致があかんというふうに言ってます。はい、なので別のアプローチをしないといけないというのが本意、本心です。ちなみにこの人口戦略会議でね、今回も秋田方氏が、諸政都市に、まあ、入ってしまった、ノミネートされてしまったんですけど、例によって、その、どこかのね、まあ申し訳ないですけど、アンチの方が、それをコメントされてたんですけど、ほんと申し訳ないんですけど、あれ僕関係ないですよ。ね。責任逃れするのかみたいな、またトンチンカンな絡まれ方をするのが嫌というか、絡み方をさせてはかわいそうだなと思うんで先に言うんですが、あれは2020年の国勢調査をもとにした人口推計ですから、僕が就任するまでにもう決まってた事実が2024年に算出されただけですよ。ね、あれを持ってこの石丸市政の4年間が効果がなかったとかっていうのは全く見当外れです。聞いてて恥ずかしい、読んでて恥ずかしいので、そういうね、なんかおっちょこちょいというか、ね、よくもなんだろう、こうよく調べもせず、あんまりそういうのやらない方がいいと思いますよ。自分の価値が落ちるだけなんですね、それはちょっと気をつけた方がいいかな。これ老婆心というか、ね、親切心で言ってみました。であれは前回が2014年に出たマスダレポート。それは2010年の国勢調査をもとにした人口動態です。なので、2010年から2020年にかけて、秋田方市っていうのは良い方に変わってなかったっていう話です。まあ、この4年間で、どうだろうな、根本の問題解決にはならないんですけど、他の自治体に比べて、未来への投資、子育て支援とかは、結構注力できたので、まあ、どうかな、この種が、もう しばらくしたら芽が出るんじゃないかな、とは思いますが、ただそれも、どうしても時間差、タイムラグが出ます。これちょっと話飛ぶんですけど、政策のラグって皆さん分かってます？金融機関、マーケットの人だったら分かるかな。日銀なんかが20年前かな言ってたんですけど、金融政策は特にタイムラグが出るんですよ。一番最初に、なんだっけ、認知ですね。まずそれを察知する。景気の波とか物価の変動、それを察知するためにラグがかかる。要は統計を取って、
発表するまで、うん、まあ数1ヶ月とか早くて、長いと四半期とかかかるんですね。で、認知のラグがあって、で、なんだっけ、忘れちゃったな。制作を決めるまでがあって、さらに実施、違うか、実施して、その効果が出るまでかっていう3段階ぐらいラグがあるんですよ、基本的に。まあ、金融政策に限らず、およそ政策っていうものは、時間のズレが、タイムラグが生じるので、それも踏まえて先読みしてやっていかないとダメなんですね。で、それは、市政においても全く一緒で、今すぐやって、今すぐ効果が出るものってそんなないですよ。必ずラグが出ます。だから、前向きにしっかりと先を読んで、早め早めに手を打たないと間に合わなくなるんです。っていうのを、ぜひ、今、市政に直接関わってない方もあるかと思うんですが、関わってる方、例えば自治体の職員の方とかね、どっかで聞いたことある話かもしれないんですが、それが現実なので、それをしっかり意識して取り組んでいただければなと思います。続いて、死神。おっと、シンガポールドル、新ドルで100ドルいただきました。今、円安だからこれめっちゃ膨らんでんじゃないかな。ありがとうございます。次のステージも頑張ってください。ちなみに現在の円安どう思われますか？あ、まさに円安の話。今の円安ね、良くないと思いますよ。うん。財務省、財務大臣と財務官僚の方はものすごいドキドキして日々過ごしてるんじゃないですか。ね、国内の要因というだけじゃなくて、フェドのアメリカの金融政策の動きとか、かなり神経質に見てるんだろうなと思います。まあ日銀がね、ちょっとここらで、動きを出していかないと、これは本当にヒヤヒヤするなって思いますね。まああんまりここでね、僕が公にこれを言及するのも良くないので、これぐらいにしてきますが、あと国債の話でしたっけ？日本国債残高。日本の国債、国の財政そのものは良くはないですけど、直ちにっていうのは、今すぐ心配はないと思います。それはそう思います。冷静に考えて。むしろ、地方財政、地方経済の破綻から日本の崩壊が始まると思っているので、前も言ったかな。ここからね、日本全国で人が減ってくるんですよ。毎年100万人近いのかな ?80 万人とか。そしたら、80万人って鳥取や島根の人口より多いんですよ。わかってます？その人口が47都道府県、まあ東京、大阪とか以外から抜け落ちていくってなった時に、まあ自治体が破綻するのは かなりクライマックスですけど、その前に人が減っていくから、その地場の産業が弱るんですよ。ね、そしたら、地銀がダメージを負いますよ。で、そこに自治体が破綻になったら、地銀、地方の金融機関が持たないんじゃないかな。で、そこから、金融不安っていうのが起きたら、本当に、空爆すると思います、日本全国が。ってなった時にですよ、今のドル円に象徴されるような、為替動向、円安、売り仕掛けられたら、厳しいですよね。日本の外貨準備高、まあまあありますけど、無限には打てないですからね、買い支える方は。できないんですよ。で、協調介入にも限界ありますよ。ってなった時に、財政やっぱりね、慎重に運営しないといけないなっていうふうに思っています。ラーメン屋のおじさん、次のステージが気になって気になって夜しか眠れません。ですよね。よかった。話は変わりますが、元新聞記者の方に道の駅秋田方で買った恵比寿茶をプレゼントしたら苦笑いされました。なんで？なんでだろう？なんでだろう、名前味なんでか。恵比寿茶飲んでみてください。僕結構好きですよ。なんかこう、味わいがあるというか、体にめっちゃ良さそうな味がするんですよ。さて、今回は、どうかな、聞こえる
声聞こえる。マイクは飾り。うん、そう、太陽フレアのせいです。はい、太陽フレアのせいです。大事なことなので2回言いました。ほんとすいませんでした。僕、しばらく口パク状態に陥ってたんですね。これ聞こえてますね。聞こえてますね。大丈夫。あの時の猫です、さん。リアルタイムでマイク振られるようスパッチャ、特に地方はフリータイプの組織だけに利益をもたらす議員がやっぱり強いですね。変えようとする志を持った人は本当に頑張ってほしいです。選挙は勝たないといけない。次の政治頑張ってください。私も頑張ります。まあね、選挙はもちろん勝たないといけないというか、勝つために出るんですよ。ただなんていうのかな、勝利、選挙で通るだけが目的でもないっていうのはやっぱありますよ。うん。選挙に出ることに意義がある。それこそ選択肢を有権者に提示するって、ね、民主主義においてはすごく大事だと思いますね。まあ、今のは自己弁護ですけど。そのために、うん、4年前、会社を辞めて帰ってきたっていうのがあったので、はい、と思います。函館一のコナン好き。もう、赤スパが人生初スパという、県知事になって県全体として取り組む方向性をまとめて一丸となって取り組んでいくか、都知事になってくだらない利権と呼ばれている無駄な予算を削減して必要なところに予算を回すことが記者会見でお話しされて一番やらなければならないことなのかと予想しました。はい、そうだ。そうってのは、うん、秋田方氏の問題を解決したかったわけなんですけど、まあそれを解決してきたところでもあるんですが、やっぱり、やっぱり、そこにとどまらないなっていうふうに思いました。誠さん、地域政党、新党石丸万歳。ね、政党作りましょうか。ね、せーのって作ってみんなで参院選出ます。ね、政党要件って5人でしたっけ？違うか。ぐらい、もしかしたら書き集めたらいくかな。はい。続いて、トコマスさん。秘書の邪魔をし、数々の問題を起こし、政治倫理規定に反している議員さんたちをリコールできないのでしょうか。ああ、リコールはできますよ。市民の方がリコール運動をすれば。でも、やらなかったっていうのが、秋田方市民の選択です。僕がとやかく言う話でもなく、僕は何にもできない問題ですね。まあね、もちろん市民の全員がでもなければ大多数がその議員を許容してる、支持してるわけではないですよ。実際問題が許容してますよね。要は見逃してるわけですよ。あのいじめの問題と一緒で、ね、いじめを見て見ぬふりするっていうのは加担してるわけですよ、遠回しに、間接的に。でもそれもまた民主主義の中においては自分たちの責任でしかないんですよね。あ、またとある PG の赤スパはやはりシャーザク色に限る。23時からの配信で私の歌を聴けライブじゃないですよね。違います。というかこれね、北森課長にあの顔合わせた時に聞いたんですよ。あ、北森さん、そういえばちょっと聞きたいことがあってって言ったら、向こうから先に言われました。歌わないですって、ね、毅然とした態度で断られましたので、はい、無理でした。私の歌を聞いて、ね、でも何かの機会に登場してもらえたら面白そうですね。続いて梅ちゃんさん、都民です。あ、そうですか。都知事になってほしいです。小池さんがこの数年何をしたのか全くわからないです。あ、小池さんね。でも、何でしたっけ？公約とか出されてたから、それでチェックできるんじゃないですかね。ファクトチェック。あれって、どっか新聞とかメディアがするもんなんですか？いや、してたかな？いや、待って、僕も東京都民だったんだけど。あったか？あ、違う。あ、
東京都民だった。あ、そうそう、2020年の選挙の時は僕都民でしたね。政策の評価とかってやってたかな、メディア。いや、記憶にないな。当時はあの築地の話とかがあった後、あ、でも築地豊洲結局なんか変わったのかっていうぐらいの認識でしたね。うん、小池知事が言ってた風になってないかような気がします。すみません、これは僕の印象です、感想でしかないので、どなたかファクトチェックできた方教えてください。0404さん、職員の皆さんは楽天されてなかった。ああ、職員にはですね、金曜日の朝一で部長級には伝えました、幹部のメンバーに。でもそれは職員全員に話してくださいっていう意味じゃなくて、一番近くで仕事をしてもらった、共に戦った仲間なので、なんていうのかな、義理を通すというか、事前に自分の意思を伝えただけです。で、他の職員には記者会見、まあ、ニュースが最初に流れて、記者会見を翌日土曜日の朝7時にアップするので、そっちを見てくださいと。これはもうあの他の市民と同様に、そのように伝えました。はい。あ、ベイビーさん。ああ、今日もありがとうございます。うん。しましょうか、政治に関わる限り応援します。はい。関わりは、まだまだ続けようと思います。で、いろんなルートがあるなって思いましたし、そっちをやっていくのが、効果的だなっていうふうに思ってます。はい、アンニュイ太郎さん、師匠はなぜ政治家をしてるんですが、なぜ政治家をしてるか、危機感ですね。このままじゃまずいと思ったからです。はっきり言って日本の政治に対して傍観者でした、37年間。ただいつまでも傍観しているつもりではもちろんなくて、いつか政治に関与したい、介入しなければなって思ってました。うん、政治が三流だったら経済もやっぱり三流になるっていうのが分かってたから。で、そのタイミングがちょっと早まったっていうのが4年前です。で、この日本という国を良くしたい、まあ、良くしたいってちょっとあれだな、うん、なんか大げさというか、ずいぶん上から見せるなので、恩を返したいからですね、この町、この国に生まれ育って、もう本当に計り知れない恩恵を受けてきたなって思ったんですよ、これまでに。なので、その恩を返したいから、政治家で自分の能力を、使い切ってみようかなと今思ってます。リオドンさん、長井教育長の子供たちに対する熱い熱弁がとても印象的でした。でしょ、ね、長井初夫、熱い男ですよ。熱い男ですよって、年下の僕が何を慣れ慣れしく言っとんじゃい、ね。でも長井さんのような方が、やっぱりこういう地方の教育業を担って、守って、引っ張ってきてくださったんですよね。本当に頭が下がりますし、なんだろうな、僕が市長に就任したときすごい申し訳なかったですね。なんかものすごいとんでもないこう我慢を強いてしまってた教育行政に対して、教育委員会に対してですね、っていうのがうちの現状だったので、ぜひ皆さん自分のところの町の教育長チェックしてみてください、どんな人がやってるのか、ね、で、さらに言えば教育委員会の予算が減らされてないかどうかですよ。多分ね、減ってますよ。どこも財政厳しくて、なぜならば、削っても文句を言う奴がいないからです。残念ながら。そこに大人がほとんどいないから、ね、教育委員会、教育省だけじゃ、その執行部に対して、なかなか予算要求できないんですよ。だからこそ、市民の皆さんが、しっかりそこ、言ってあげてください。言ってあげてくださいですか、議員が言えっちゃ話ですよ。ね。レゲさん、初スパ、ありがとうございます。家族で応援してくださってるんですね。我が家では、都知事だったり、市議会議員などでは、などなど考察しております。うん、どうでしょうね。まあでも、もう間もなく、
正解を明らかにしていこうかなとは思います。続いて MK さん、お、京大工学部2回生石丸師匠のような日本を変えてくれるような存在になりたいと思ってます。なってくれ。政治家に必要なこと、今できることを教えてください。とにかく卒業してください京大生ね、卒業し損なう人が意外にいますからね、そこ気をつけて。で、あとは存分に学んでください。その時間を大事に懸命に生きてほしいなと思いました。いいですね、京大法学、僕京大やっぱり大好きでしたね。13473、先日の会見でパワハラ問題を指摘する市長が学校の先生が怒っている時のようで懐かしく怖かったですあれはね、もうね、本当厳しく丁寧に怒りましたよ。なんというか、正義はどこだっていうね。この日本において正義ってどこに行ったんですかね。どこにあるんだろうと思って。これもう本当に素朴な一国民として、なんかそういうのって昔あった。昔からなかったのかな。僕は映画と漫画の中でしかあんまりそれを感じられないような気がしてならないんですよ。でもリアルの世界にこそ正義がいるんじゃないかな。それは唯一絶対の正義って意味じゃないですよ。正義は人の数ほどありますから、それぞれの正義があるんですよ。ただね、現実世界でその正義と言える、信じられるものがなんか少ないような気がしてならないなと。なのでね、みんなそれぞれの正義を、掲げてみましょう。はい、スピカさん、お、成人興味が湧いたと。母や友達におすすめた。ありがとうございます。あ、今では私と同じく大ファンです。ありがとうございます。頑張りましょう。座布団さん、少子化の原因って何だと思いますか？やっぱり社会が変わったからですよ。単純に言って。結婚しなくなったらこれです。日本においては特に。結婚している人の子供の数はそんなに減ってないですから。単純に結婚する人が減ったからです。で、なんで結婚しなくなったかって言ったら、そこはいろんな背景があります。まあ、若者の貧困もあれば、女性の社会進出もかなりあるでしょうね。なので、一個一個、ちゃんと原因をこう特定してというか、分析して、それに対するアプローチをやっていかないと、いつまでやってもこれ、拉致が開かないんだろうなとは思っています。平和の下さん、上村智也。要望、東京都知事出てほしい。よかったっす。誰か質問してほしい。平和の下さん、ついに代理でスパチャして質問するようになった。あ、東京都知事ね。を重ね、そして加速させてるところです。ちょっと、じゃあ最後、どれか一個だけ読めるかな。あ、じゃあ赤スパがあったんでこれ読ませてください。三木元さん、お疲れ様ですと。いつもパワフルな師匠、平均睡眠時間は、今はできるだけ6時間寝るようにしてます。でも昔は、銀行員時代は4時間半でした。それでもなんとかなってたのは若かったからかな。若さゆえの過ちじゃないな。はい。でした。はい。なので、あと1分。大事なご案内。重大発表。重大発表。まず一つは、次の神楽、西宮の話したんですけど、これさっき言ってなかったよ、多分。来週18日土曜日は、姫路で、お城祭りっていうのがあるんですけど、そこでうちの神楽を出させてもらいます。16時からだったかな。で、僕も行くんですよ。はい。で、行って挨拶をさせていただく予定なので、よかったらお越しください。あとは、もう今週なのかな？ 5月の16日木曜日に東京のビッグサイトで、クライマーズというイベントに登壇させていただきます。はい。で、これまだね、確か当日まで申し込みできるんですよ。そのビッグサイトでライブで見に行くか、オンラインでも視聴できるらしいです。で、そこで一つ、サプライズを用意しています。ね、視聴してくださった方を、あっと言わせる何かを用意してますので、これね、結構びっくりしてもらえるかな。まあまあ、どうだろう。まあまあまあ、びっくりしてもらえるかな。あんまり期待値上げると。ね、あれってなった時、ちょっと恥ずかしいんで。
まあまあびっくりされるかなっていうのを、はい、用意しているので、よかったら5月16日、はい、クライマーズですね、チェックしてみてください。ということで本日のライブこれにてお開きとさせていただきます。前半では大変バタバタしまして、ご迷惑おかけしました。そしてこの後半かな、もうお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。明日からまた頑張っていきましょう。大変かもしれないけど、それこそ生きてる証です。その中に生きる喜びがあるんじゃないかな、あるなと思ってます。それでは今日もありがとうございました。お疲れ様でした。それではおやすみなさい。キラキラ丸で恋してるみたい。